忙しい、嬉しいというか、なんか予約帳とか、ね、サロンボードを埋めるぞとかいうなんか感覚がすごい久々で、なんかこうふつふつとね、こう燃え上がるものがあるんで、空いた時間にやっぱこうサロンボードを見ると、あ、まだ埋まってないなとか、いろいろこう葛藤があったので、で蓋開けてこうオープンしてみると、やっぱなんか今までのこう信頼がちゃんと、まあ、ネット上だったりとか、お客様だったりとか、ちゃんとあったんだなっていうのがこう予約の感じでこう感じれたりとかがすごい良かったなっていう感じですかね。昔の僕だったらやっぱ4人とか抱えちゃうと他のスタッフのお客さんなんて分からなかったタイプだったんですけど、フロアを見渡せるようなこう視野の広さみたいなのを学んでから独立できたので、なんで自分のお客さんが4人5人溜まっても、その相棒の彼のお客さんもちょっとこう見ながらとか、じゃあそこ今ではドライヤーさせておいてとか、結構細かい気遣いも混み合っててもなんかできる自分がいたので、余裕があってよかったなって思います。そのお客さんたくさんいらっしゃって、こう3人でね、こう6人7人回してる中で、やっぱ組み立てれる能力だったりとか、他の子のね、こう状況を把握できたりとかっていう能力は、ちゃんとこう得てから独立してよかったなとは思っております。ここは前回と一緒ですね。でも前回と一緒にちょっとしないが僕の流儀です。結構ブリーチ、ワンブリーチでしっかりケース続けてる子なので、暗くしすぎないけど、明るすぎない、8ですね、8レベル安定だと。でも、まあ、青と紫をしっかり入れてあげて、で、ベージュが大事なんですよね、その配色に対しても。ただベージュが多すぎちゃうと、なんか落ち着きすぎちゃって透明感がちょっと減っちゃうので、割合をちょっと調整するんですけど、プレストンパールとかね、KP プラスの0番やばいっすね。これを結構髪質を染まりづらい人はなんかこういう感じで211とかなんですよね。それが染まりやすい人は322みたいな感じで、ちょっと割合を変えて、要は青の量を減らしたり増やしたりするんですけど、彼女に関してはちょっとオリーブっぽさも欲しいみたいな感じなので、ただオリーブっぽさでちょっと白っぽい、いわゆる黄身がなくなってるかなって、別にマットにしたいってわけじゃないと思うので、なのでまあ211から 50% グリーン、25% パープルで、25% がちょい濃いめのベージュなんで、色持ち効果も出やすいかなと、この設定できます。なんかその照明こだわったおかげで、あれやんなくてすみません、加工しなくてもいいの、なんかこれが本物の色なんだ。なんかオレンジがなくなったんで、
みんなが大好きグレージュ、グレージュ、なんか昼、あ、昼撮ってるみたいな、朝撮ってるみたいな、そう明るいんですよ、すごいですよね。はい、アフターは、アフターはちょっと、これ、あ、おー、すごい、はい、ありましたね、ありがとうございました。ではまた、またよろしくお願いします。明けおめでとうございます。ちょっと悪い味で、はい、バージンからホワイト近くに行きます。スーパーロングなんてちょっとあれだけ作らないと僕が死んじゃうので。結構エアタッチで大事なのが、あのリフト力弱いブリーチの方がいいんですよね。なぜですか？強いと反応が終わっちゃうんです、早く。弱いのでじわ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 って到達していく感じの方が抜けるんですよね。だからハイブリーチは、追いブリーチの時にちょっと上げたいなって時にポンって入れると効果的みたいな。最初からハイブリーチは絶対使わないんですよね。こういけてるのが片栗粉です。あ、そうなんですか。何これこれ入れると粘度が増してまた液化しなくなるんですよ、よし、よし、くぜ。お久しぶりです。いや、びっくりしましたね。マスクに持った瞬間一瞬で分かりましたね。もう少し上に見てください。ありがとうございます。顔周りは上に見てもらうと塗りやすいので、結構この施術ホスピタリティないですか？めっちゃ綺麗ですか？やばいっすね。めっちゃ綺麗。ちょっとびっくりですね、これ。すごいな。ちょっと手を加えるとしたら、ここがね、つまんじゃうと、一気に映えるんで。なるほど。リアルな、ガチな立体を作ってあげると、さらに。まさかのもう回ってますからね。食いすぎるじゃないですか。今からレディアル初の撮影ですね。コレクション SS を撮りに行きます。アナさん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よし、じゃあ。 I got a feeling my love to myselfYou have to drag it on. It's you and me. Forget about the time gone. About the time gone. I have a hundred reasons to close your eyes. Hundred reasons to make you laugh. I got my hundred reasons to. Hundred reasons to. I have a
も後ででいいか。ね、ジャケットで。とりあえず。撮影をされました。これからレセプションパーティーですね。しっかりチェックします。よし、じゃあ。一番大事にしてほしいのは、レディアルっていう名前と君たちの名前を知ってもらうことだったりとか、そういったこうものなので、なのでとにかくおもてなしの心でしっかりお願いいたします。はい。で、まあ、厳密に言うとこうかなり有名な方も来てくださったりとか、レディアルって名付けをねしてもらったりとかしてもらうことで本当にいろんな人に知っていただけるので、今日という日はすごく大事なので、まあ、それ次第で僕たちの活躍の場が広がったりもしますし、なんか仕事したいなと思っていただけたりとか、あと新卒の、ね、後輩が入りたいと思ったりとか、いろいろこう未来につながるので、まあ、楽しみつつ頑張っていきましょう。はい、はい、じゃあ本日よろしくお願いします。お願いします。短編機のいいところは誰とでも仲良くなるんですけど、技術へのこだわりがとんでもないところと、ゼロイチを生み出すのがめちゃめちゃうまいところですね。大宮って僕はあんまりそれ詳しくないですけど、カンペーンさんが来たことによってちょっとこう僕自身ちょっと大宮にかなり興味を持ったっていうのがありまして、ちょっとカンペーンさんが大宮で暴れてもらって、で東京でちょっと また一緒になんかこうやれたらなって。カンペーンカモン、マイブラザー、いつもありがとうございます。おめでとう。本当に最高。最高です。最高。僕の尊敬できるやっぱ技術者の一人です。ありがとうございます。チェアス。イエーイ。アンペン君、独立おめでとうございます。初めて会ったのは2年目の時で、すごい柔らかい感じなのに毎日。欠かさず努力をしてて目標を掲げて、でそれから一つ一つどんどん自分に高いハードルを設けて、今こうして独立できない、こんなにたくさんの人に祝福されてるカンペーンを見て、やっぱすげえなと思います。これからも仲良くしてください。いや、まあカンペーンはああいう見た目で意外と気強いんで、まあカンペーンよりかは気質ですかね。ありがとうございます。いやもうめちゃくちゃいろんな方に来ていただいて、なんかもう有名な方すぎてびっくりですけど、今掛け分身したいです。お酒入ってないですからね。すごく楽しくさせていただいて、お願いします。いや最初ハンペンはすごいやっぱり不器用でしたね。ハンペンすごい不器用で、技術がすごい最初下手って言われてたんで、はい、そうです。てか、うまいってなったんでしたっけ、そもそも。最後までなんか、アンペーンの技術があんまりうまくないっていう、レッテルの体だったんですよね。あれですよね、パッてできないタイプですよね。そうそう、言われたこととかを、失敗をし続けてなんか、学ぶタイプなんで、そう、器用じゃないんですよね。10ぐらい行って、やっと
位置でき始めるので、そんな感じで、僕のそのメインアシスタントにこうなったんですよね。メインアシスタントっていうか、勝手に僕が勝手に出したのしかつきません。勝手に反転がこう、大石さんに打ち上げたんですけど、その時僕、売上が確か100万とかだったかな、確かそう。で、もう1ヶ月、僕が超本気になって、150万を行かせますって。逆に逆にみたいな。どうやって行かせてくれるのって思ったんですけど、なんか、その意気込みで、なんか営業を回してくれて、あんまりその、喋んないタイプなんですよ、僕。ペラペラ喋んないっていうか、ペラペラ喋れないのかな。なんかそこに反省がまた切り込んでいって僕がもうなんか、ね、結構何回も来てくれてお客さんを思って、でも僕一言も喋んないで終わってたんですよ。なんか何回か話しかけたらこのお客さんにとめっちゃ盛り上がってて、ありましたね。あ、このお客さんこんな喋るんだっての初めて知ったみたいな。大石さん覚えてるか分かんないですけど、お前はとりあえずこう人に好かれる方法しか、もうそれだけしろみたいな言ってくださったんですよ。言ったか、言ったね。いや、本当に覚えてる。そうなんです。俺も自分もなんか反転みたいなこう時期があったっていうか、今はなんかこう今はっていうか、あの時はその店長でこうオーナーの立場がいて、あのスタッフがいて、こういろいろ立ち回ってたけど、反転の自分もなんかすごい生意気でというか言うこと聞かない感じだったから、なんて生意気さがすごい分かったっていう。これ言われたら惚れませんみたいな、もうついてきますね。